篠崎さんの狙い通り言ってますね。あれ、中の人って篠崎くん？やば、惚れるかも。狙い通りではありますが、少々やりすぎかもしれません。そもそもニア太郎、何？姉弟子、いや、勝ったって聞いたから。から俺が最初におめでとうを言いたくて。って言えってケイカさんに念押しされたんだよね。八一くん、銀子ちゃんがなぜ女子…あの…佐々木さん、こちら一ノ瀬さん。新しいバイトの子で、俺と同級生。佐城さんと同級生ですか。常に質問。お風呂上がりなのは、これから高坂くんとちぎりを結ぶつもりだったから。にゅふふ、私たちが邪魔したから、それで怒ってるんでしょう。違うわ。じゃあ…ニャ太郎はニャ太郎であって、中の人とか言いませんから。なぜ女流棋士にならずに、あなたと同じプロ棋士の世界に住もうとしてるか考えたことある？そりゃ、女性で初めてのプロ棋士を目指せるだけの才能があるからでしょう。はあ、銀子ちゃん不憫な子ですか。よろしくお願いします、一ノ瀬先輩。一ノ瀬さんも読書家だよ。そうなんですか。私、周りに読書仲間がいないから。じゃあ、なんで彼氏が来てんのにお風呂入ってたの？緊張して汗をかいてしまったからよ。なんか言い訳っぽくない？だって、何？着ぐるみだからって、皆さんちょっと近すぎませんか？中の人がいることくらい、大人なんだから理解してますよね。でも、ありがとう。最近また別な子を教えてるんですけど、で、その子の将棋が誰かに似てる気がして。受け将棋で薄い玉形のままバランスを取って粘り強く戦う。がいないから嬉しいです。仲良くしてくださいね。また来ます。こんにちは。また来ちゃいました、一ノ瀬先輩。佐城さんも。ほらほら、行ってみ。黒猫、ごめんなさい先輩、また席を外させて。ラブトン端とか畳のメンテナンスとか仏具を全部磨き上げるとかじゃない？そうそう、お寺は修行以外にもやることがいっぱいで。でも楽っぽいよね、赤髪のおかげで。え？お寺中…篠崎さん、立派な一年の締めくくりですね。第二開発課、篠崎チームでした。お疲れ様です。発表。角交換系の将棋が得意なプロ棋士って心当たりあります？あるけど教えない。え？八一のバカ。外させてもらうわ。あれ、たった今妹に教育を施さなければいけなくなってしまったの。いってらっしゃい。アルトは僕のところに入るんだ。いや、私で。もちろん私ですよね、アルト。さあ、そう、さあ。めんどくさ。あ、お寺中普段からピッカピカじゃん。座布団も畳も定期的に外干ししてる。仏具磨きなら私も手伝ったわ。けど他にもいろいろ。みんなでやればすぐ終わるでしょ。いや、すごく良かったです。これは最優秀賞間違いなしですね。早川さんは先に客席に戻られたんですね。それで、お疲れのと…あの…き、なんだね、君もハルト君の回遊会。いや、ちょっと彼に用があって。なんだ、ここでは言えないような用か。くじけそうになった。セット2つお待ちどうさま様です。なんかいいことあったのかな。知らねえ、リッカ。Guess I'll think about it。 Can't not stare。 What are you looking at? Would it be weird if I just touched them a little bit? Oh。 でしょ、そっか。で、あれ、赤髪くんは？キキさんのお勤めを追いかけて行かれましたわ。なんで？そう、私も理由知りたいんだけどさ。
ところ申し訳ないですが、ちょっとお願いがあって、私もギュッとしてみていいですか？でも待てよ、こいつを利用すればここから抜け出せるんじゃ？ああ、すみません。実は俺、こいつと約束してたんです。では。ああ、なんかいいことあったの？いや、別にいいことはないけど、次の土曜遊びに誘われててみんなで行くんですけど、なんか大学生の男の人たちと。No. Go ahead. Thank you. I can't believe how sturdy they are. And just how does one sculpt the perfect bicep, Mr. Ray? 既読、メッセージ送ってんのに。赤髪の連絡先ですか？え？なんで知ってるんですか？なんで私は知らないんですか？私も知らない。私も他の人がしていたので、どんな感じか興味があって。あ、どうして逃げるんですか？会場ではあんなに触らせてたのに。お疲れ様です。途中で抜けてしまってすみません。ことハスとアカネで行くことになって。完全に合コンじゃねえか。アカネと遊ぶの久しぶりだし。お、はい、ありがとうございます。 You gotta spend lots of time training out in the country. That's amazing. This was the first time I've ever felt a man's muscles. How educational. No way. 私も知りたい。ずるい。私は知ってますが。逆になんで知ってんの？つくよお姉ちゃんだけ抜け駆けするのよくない。ません。急なデータ修正が入ってしまって。篠崎さん？え、それじゃあ、このニャタロは。いや、なんか危なっかしいよ。そうですか。リッカって気づいてないでしょ。年上好みなんじゃ。どうした、ユウタ。苦しそうだな。いやいやいや、全然。でもよくない。いくら赤髪攻略済みだからって。そこは訂正したいんだけど。助けてユズネ。ユズネ。僕だよ。ギュッとしてもらうといいよ。やめてください。ほら、もうすぐ結果発表ですよ。